まあ試行回数は2回ぐらいかな。まあ、2回稼ぎ入れたら十分じゃないですか。当ててくれるの偉すぎる。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から6枚引いて、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦をする。それで活躍できなかったポケモンは箱に戻し、再びパーティーを決め直す。全ポケモンを活躍させたらクリア、できなければポケモン引退。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パ決めていこうかなと思います。パーティー決める途中でコメントを返していきます。最近構築考えるの後輩多くねっていうことで、実は抽選パの一部は後輩くんに構築を考えてもらっているんですよ。まあおかげで安定して勝率を稼ぐことができるんですけど、もし視聴者の中で興味がある方がいらっしゃったら、いやぜひともパーティー構築手伝ってほしいところはありますね。ツイッターでお待ちしてますよ。1匹目はナマコちゃん、勝てますね。これナマコ氏のおかげでこれザシアンだいぶ安定できるようになるね。雪わらし、これも、まあ、絶対レード枠なんで進化前としては腐らない。クレセリア、めちゃくちゃ受けだね。今回陰キャ構築よりの戦い方になりそう。カポエラーということで、カポエラーもね、なんか陰キャチックだよね。お、やっとアタッカー来た、マッシブン。いやこれはね、多分立派な今回のダイマックスアタッカーになりそう。ブルンゲル、めちゃくちゃ陰キャ。ダメー、エッチだ。相手どういう気持ちでこういう名前にしたんやろ。エッチですね。しかも色黒やし、エレキね。今回はですね、はい、雪かぶりを何としてでも活躍させようという回でございまして、まあ、僕のパーティー見ての通りイベルタルクッソ重いんですよ。で、それを今回は、まあ、雪かぶりで倒せたらいいかなっていう、あわよくばっていう気持ちでいました。まあ、レジ力やかぶりをワンパンできる技はないので、ここは光の壁で良さそうですね。相手の方もこの次の瞬間でわかるわけですしね。壁張り型ね、オッケー。カバルドンとか、なんか結構ね、サポート入りのポケモンたくさんいる中で、エレキ割とアタッカーなんかなと思ったんですけど、これはちょっと意外でしたけど、割と朗報ですね。なぜなら今回はもう陰キャー構築で戦っていこうかと考えておりますので、はい、まあここは絶対レートで、まあ、相手ダイマックスしてくることはないんで、まあ試行回数は2回ぐらいかな。まあ2回稼ぎ入れたら十分じゃないですか。当ててくれるの偉すぎる。いやこれね、エレキをね倒したことによってナマコムシがね動きやすくなるんですよ。だからこれでミミッキュとカバルドンとあとザシアン、これはもう、どうにでもなりますね。で、言ったそばがザシアン出てきたし、イベルタルは、あ、そうか、控えの金があるから、イベルタルから出すのは控えてるって感じなのか。まあ、いいでしょう。今回は、生拳でザシアンは受けることは前提でいますからね。ちょっと気をつけないといけないのが、ワイルドボルト、最近ザシアン持ってるやつが多くて、これをちょっとね、気をつけていかないといけない。さあ、居住ザンということで、はい、今回の生拳は特製天然ですので、はい、なんと、受け切ることできるんですよね。相手は攻撃1段階上昇しているんですが、天然により能力変化は無効にされていると。で、ここなんですけど、エレキを使ってるパーティーで、ザシアン、ワイボないと思うんですよね。水浸し打ちますけど。だよね。で、これで、まあ、多分イベルタルだと思うんだけど、だよね。まあ、今回はね、僕のパーティー、進化後のポケモンたくさん固めてるんで、伝説のポケモン2匹戦術は全然いいですよ。バッチ濃いです。さあ、そういうことで、ちょっと挑発があると嫌なんですが、まあ、それをね、意識しても正直仕方がないから、ここはもう自己再生挟んでいきましょうか。うん、まあ、ここ相手がダイマックスしてきてくれたら、まあ、割とありがためではあるんですけどね。はい。まあ、自己再生でいいでしょう。引っ込めると。オッケー。で、これで次、もう一回水浸しすることによって、水タイプになるんで、これで毒が一貫するというわけですね。いや、いいね。生拳、なんだかんだでね、今の環境刺さってるんですよ。ザシアン環境に。ちょっとイベルタルやばいっすけど、イベルタルも、結局、悪タイプ、まあ、水浸しを一回決めてしまえば、それでだいぶ変わるんですよ。で、相手ワイルドボルトないから、ワンチャンここ交代してくる可能性も十二分にありえるんですよ。ほら、こういう風にね。なので、まあ、多分相手は壁ターンを稼ぐために、まあ、交代を繰り返している感じだと思うんですが、
まあ、僕の真の狙いとしてはイベルタルのダイマックスをいなすんですよ。はい、何度も言いますが、僕のパーティーはイベルタルがくっそ重たいです。はい、もう大体の勝率は2割切ってます。ただこの勝率2割に入るにはどうすればいいか、そうダイマックスを耐えればいいんですよ。あ、ご相手ダイマックスしてくれるのありがたいです。ダイマックスを耐えてしまえば、そう相手はね、あのイベルタルってダイマックスをするからこそめちゃくちゃ強いんですよ。そう、こいつはダイマックスがなくなってしまえば、まあ、ちょっと火力が高くて、なんか耐久が高い、ちょっと意地悪な害鳥なんですよ。そう。だからおい、生拳、3ターン乗り越えるぞ。あ、はい。これはタイプ1じゃなくなるから、あれ耐えますね。そう。命の玉大悪は飛んじゃうんですけど、はい。悪タイプを消しましたから、耐えることができるというわけですね。で、毒々を入れることにより、相手は命の玉と毒々のダメージで、どんどん体力が奪われていくと。悪くない。じゃあ、ここはもう別にダイジェット飛んできてもいいんで、雪かぶり行きましょうか。で、雪かぶりがさらに、ここで、あられを降らすことによって、さらに固定ダメージを増やしていくというわけですね。まあ、だから相手はダイマックスが溶ける頃には体ボロボロですね。まあ、これはダイジェット飛んでくると思うんですが、まあ、雪かぶりは今回人柱なんで、ダイアークだ、耐えるっしょ。やるじゃん。これは強い。いけましたね。え、マジ？これ、生拳、ザシアンで多分受けれるから、あ、いけますね、これね。時代が来たわ。で、壁ターンも、ちょっと待って、これあと、多分光の壁あと行ったんだよね。完璧やん。じゃあ、ここを、光の壁でいいか。え、完璧なんだけど。で、相手のイベルタルは、これで、HP もだいぶ削れたし、で、ダークオーラっていう特性があるものの、悪タイプが消えてるから、これで安心してブルンゲルが、確実に耐えることができて、弱点保険で切り返しすることができる。で、最悪、ザシアンが、このブルンゲルを倒したとしても、生拳が多分じゃれつくもギリギリ耐えれるような HP になってるから、あと自己再生で無限粘って勝ちと。あ、来たね。これはもう相手悪の波動ってくると思うんで、ダイストリームでいいですね。でワンチャンザシアの交代も意識するんだったら、多分ダイストリームでいいと思うんですよ。でここは相手がまあちょっとデスウィングとか飛ばしてきたらだるいけど、まあ今一つですが、ダイスト行きましょう。そう、ここで、なんか下手にトリックルームしてから、ダイマックスっていう動き方をしてしまうと、悪の波動プラス、不意打ちで倒されるリスクがあるんですよ。だから、それがあんまり強くないと思ったんで、こういう感じで動いたんですけど、まあ、これが、吉と出るか、凶と出るかですね。さあ、ブルンゲルダイマックスと、いうことで、悪の波動。これは、ああ、いいね、やっぱり。大話でも一応耐えれたんだね。まあちょっと昼とかの考えたら、多分これでいいと思う。で、最悪落としきれなかったとしても、多分毒ダメージで倒せると思うから、これは別によろしい。で、ここまで HP 残ってたら、多分ザシアの居住座もギリギリ耐えれたはずなんで、はい。だからこれで、まぁ GG かな？まあちょっと、生拳は、結構急所とかの不確定要素が多いから、ここでさっさと倒してほしいですね。まあ、最悪居住団でやられてしまったとしても、まあ、どうなんだワイルドボルトでもなんか、呪わでボディとか発動するから、まあ、最悪生拳でどうにかできるんですよね。はい、そういうことで、ダイストリーム連打します。多分耐える。意外と、ブルンゲルって暴言努力値振らなかったら、実数値低いんですよね。めちゃくちゃ硬いイメージあるんですけど。よし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 。あぶねえ。対戦、ありがとうございました。やっぱ弱砲ブルンゲルはね、強いんですよ。鬼火自己再生、力吸い取るも強いんですけど、この方もね、潮吹き使えますから、なかなか優秀です。ラベー潮吹いちゃら、なるほど。なんか相手も結構、粋なやつ使ってきますね。クレセブルン、雪かぶりを出すかめちゃくちゃ迷ってる今。いけるやろ。はい、そういうことで、今回選出はこれで戦っていこうと思います。あ、サンダーね。サンダーはね、これは僕のクレセリア、今回トリックルーム型で切り返しでする方なんで、
これはね、全然問題はないですね。はい、トリックルームしていきます。で、トリルして、まあ、月の光連打してっていう感じで、まあ、回電パサンダーはまあ全然いいんだけど、いけるぞ。マジでいける。で何がしたいのこいつは。絶対レンダー当てに行こうかな。回電パサンダーっていうことは、なんかかなり性格悪いやつだよね。多分。多分かなり性格悪いやつで、暴風してくるかな。暴風してくるならクソだるいねんけど、いや、俺は多分ここ、多分だけど、身代わりか、ボルトチェンジ。だから、ブルンゲル読むんだったら、多分電気技飛ばしてくるんですよ。まあ、これでダメだったら、あ、まあ、雪かぶりさん、残念でしたって感じだけど、あ、回電波ね。あ、いいよいいよ。大体はこれ、ターン数稼ぎに行く顔してるでしょ。だから、これも絶対レーダー当てに行こう。引っ込めるんだ、ここ。あ、別にサンダーはいいんだよね。ザシアン。あ、いいっすよ。無事殺すわ。おーいおーいそこはもうちょい頑張ろうよ。頑張ろうよ、そこは。ねえ、お兄ちゃん。まあ、もう一回チャンスあるから、もう一回打つか。もう一回打てばいいんだよ。よっしゃオッケー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 。いや、これは完璧だわ。で、これで、雪かぶりで撃破し、で、サンダーがね、さっさとダイマックスしてくれたらそれでいいんですよ。ダイマックスしてくれたら、これね、いや、マジで、ブルンギルで枯れるんですよ。で、ブルンギルで枯れるから、トリックルームがあと1ターンでしょ。で、ここ壁張りチャンス。だから、光の壁張っていきます。で、これで退場して、ブルンギル出して、詰めていく感じでいこうと思う。オーケー大活躍してる。めちゃくちゃ活躍してる。で、ハピナスでは最後に出てきた場合は、ちょっと TOD 仕掛けていく感じでいこうかな。だから多分それでいいと思うんだよね。うん。で、サンダースがここで出してくることも完全オリコで、で、光の壁張って、相手がここで何をしてくるかだな。壁張る。ここ次どうする相手。台番ジェットね、オッケー。で、ギリ耐えるっしょ。やるじゃん。素直に、やり手で感動したわ。やるじゃん。熱風ないし、第3弾もここ、相手撃つ理由がないんよね。撃ってくるなら撃ってくるでいいよ。弱を発動するから。で、多分このサンダーは言うて耐久がないポケモン。だから、まだなんとでもなる。うん。ジェットハイ。勝ったクソ勝てえや、こいつ。で、これも悪くはなくて、で、後ろが誰かだな。大事でこれだったら、相手ここ大ウォールワンチャンしてくるから、ここトリックルームでいいね。第3弾か。オッケー。いや、今のところめちゃくちゃ綺麗に詰めてるんちゃうか。いや、全然いけるやん。全然いける。で、これで弱を発動するから、あとはもう大ストリームって、まあ、これトリックルーム切り返して、これ回電波を下げるから、俺多分いけると思うんだけどな。はい。あとはもうなんか、ハピナスで無限にターン数枯らせばいけそう。後ろがハピナスだったらね。後ろがハピナスだったらそれでよくて、まあ一応ゴリランダー考慮するんだったら、まあダイアイスか。ゴリランダーが来るんが一番だるいんよ、ここ。いや、なんか普通に詰めて勝ててるのがおもろすぎる。オッケーオッケー、これでサンダー処理できたら、もうあとはもうイージーモードなんで、はい。ハピナスもなんかこの感じだといなさそうだし、後ろ、ゴリランダーか、これ。ゴリランダーだったら、あとはもうマジで、雪わらしで吹雪打って勝ちやぞ。それで勝ちなんで、うん。あ、いけるね。全然いけるね。おう。ゴリランダーかな、これ。ヌオーなんかーい。まあ、ヌオー勝ちましたね。はい、ヌオーは、はい、今回は、大草原ありますので、勝てますね。はい、そういうことで、対戦ありがとうございました。これは耐えますね。やるじゃん。ジャコブルンゲル。なかなかにやるんだ。だから普通に雪わらしを、活躍させられただけで、収穫がでかすぎるんだよな。それだけが収穫でかすぎる。はい、ありがとうございました。もう抽選パ、これ実質終わったようなもんよ。